ニューヨーク市における最初の地下鉄路線の南側ターミナル駅であったシティホール駅ニューヨーク市地下鉄の廃止駅一覧ではニューヨーク市地下鉄における廃止駅を以下に列挙する。ただし廃線に含まれる駅については現存するもののみを記述する。廃線の解体済みの駅についてはこちらから各路線のページに飛びそちらを参照すること。 以下は廃止されているが解体されていない駅である。なお、このリストには閉鎖ホームのある現在も営業している、駅は含まれていない。以下は営業中であるが閉鎖されたホームのある駅である。なお、リストの開業、廃止日は、当該ホームの共用開始、閉鎖日、路線は、当該ホームの属していた路線を表記する。以下は、建設が行われたが開業しなかった駅である。 なお、リストの路線は未成駅の所属する予定であった路線を表記する。以下は廃止され解体された駅である。なお、リストには現役路線の駅及び廃止された支線の駅を記載する。廃線の駅及び部分的に廃止された路線の廃線区間の駅についてはこちらから各路線のページに、飛びそちらを参照すること。以下は正式に閉鎖され。 その後少なくとも1年以内に営業を再開した駅である。なお、路線、駅の計画的な改修のために1年以内、閉鎖された駅は含まない。アメリカ同時多発テロ後は、リストに記載している、コートランドストリート駅以外にもロワー,ーマンハッタンで閉鎖された駅が存在する。それらの駅については、アメリカ同時多発テロ事件後の封鎖と中止を参照すること。 以下は計画外の理由により完全に再建された駅である。以下は改装工事のために1年以上閉鎖された駅である。以下は改装等を目的とせず完全な廃駅としてかなりの期間閉鎖されていたが何らかの理由により営業を再開した駅である。ありがとうございます。